国鉄滝8100経貨車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍した、私有貨車である。本形式は、気象産専用の30トン石炭車として1960年3月31日から1970年9月29日に、かけて54両が、新三菱重工業。 日立製作所、富士中工業の3社で製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、高前置事、小滝と表記する。本形式の他に希少産を、専用種別とする形式には、他2100系、タム2100系、タム5500系、多差3300系、多機1700系、多万1950系、 タ一12,050系の7形式があった。落成時の所有者は、三菱化成工業、旭化成工業、日産化学工業、日本石油輸送、新日本窒素肥料、宇部鉱山、日本水素工業の7社であった。1974年5月10日に、日本石油輸送所有者3両が、住友化学工業へ、1974年4月26日に、 三菱化成工業所有者1両が日本化成へ、1975年7月28日に、窒素所有者1両が藤本産業へ、さらに同社は1979年12月1日に、日化成工業へ、1978年9月19日から1984年8月30日に、かけて朝日化成工業所有者4両が、日本陸運産業へ、 それぞれ名義変更された。1979年10月に制定された化星品分類番号では新81が表記された。ステンレス構成のタンク体を持ちに役方式はタンク上部のマンホールからの上入れ、駅で管と空気管使用による上出し方式である。駅で管と空気管は S 時間を装備している。車体色は銀色。 寸法関係はロットによる差異があり、以下一例を示す。全長は9500から9600ミ、mm、リメートル、全幅は2535ミ、mm、リメートル、全高は3748ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は5500ミ、mm、リメートル、自容席は21.6から23.0、立方メートル、自長は14.0トン、換算量数は、積車4.5、 空車1.6であり、台車はベッテンドルフ式の TR41C、TR41D-4 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には50両の車席が JR 貨物に承継されたが、1998年度からトータが始まり、2005年度に最後まで在籍した14両が廃車となり、同時に形式消滅となった。 各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。